どうも肉まんです。今回はコストコ購入品紹介開封編前編です。それでは開封編スタート。まずはじめに味のなめろう 100g あたり298円、 455g 入ってて1356円でした。賞味期限は加工日含めて2日間ありました。お魚コーナーになめろうが販売されてました。コストコでなめろうは初めてな気がします。なめろうについて調べてみました。なめろうとは房総半島沿岸が発祥の郷土料理の一種で、魚類と味噌、薬味などを合わせたたたき、漁船の上で取ったばかりの魚を材料に作られたことに始まる漁師料理である。現在では千葉県に限らず広い地域の家庭で作られたり居酒屋などで提供されているそうです。私も房総半島に旅行に行った時に行った居酒屋さんで初めて食べました。臭みもなくとっても美味しかったです。今回の商品も味噌だったり生姜で味付けされてそうです。お皿に移してみました。細かいたたきというよりかは食感がありそうなたたきでとっても美味しそうです。香りは味噌の香りがしてきます。いただきます。鮮度抜群。味は味噌ベースなんですが、生姜の風味がしっかり効いてて、そしてそこにアジの旨味が加わり、バランスがいいです。味は濃すぎず薄すぎず、ただもうちょっとパンチのある味の方がご飯は進む味かなと思いました。そしてやっぱりたたきとも言いつつもしっかりと身が残ってるような切り方なので、食感も楽しめます。青じそだったりネギ足してもとっても美味しそう。食べてみて、私はお寿司屋さんだったり行ってもアジは注文しないんですが、臭みのない新鮮なお魚で美味しく食べられてよかったなと思いました。 100g あたり298円、だいたい1300円台で販売されてるパックが多かったです。アジのお魚が好きでない方も新鮮に食べられたので、万人受けして食べられる味かなと思いました。美味しかったのでリピートあり。たっぷりのなめろうでお茶漬け、あごだし茶漬けがあったのでこれ使いたいと思います。お茶漬けでも美味しい。続いてマルゲリータピザ、お値段が1980円でした。賞味期限は加工日含めて3日間ありました。ピザシリーズからの新商品です。今回はマルゲリータピザ、今まではフードコートで期間限定で販売されてたマルゲリータが店内でも登場してました。マルゲリータピザの販売は待ちに待ってる方も多い商品だと思います。ピザと言ったらやっぱりマルゲリータは欠かせないですよね。では開けていきましょう。オープン。具材はマルゲリータソースの上にローストトマトのオイル漬け、モッツァレラチーズ、バジルペースト、スイートバジルがトッピングされてます。今回は普段販売されてるピザのお値段よりちょっとお高い気がします。ただ上にモッツァレラチーズがしっかりトッピングされてるのですごくお安く感じました。いつも8カットで食べてるので1枚あたり248円です。1カット200円台はすごくお安く感じます。生地はいつも通り分厚めな生地です。エアフライヤーで焼いてきます。200度のエアフライヤーで焼いてきました。チーズがとろりととろけてとっても美味しそう。生地もこんがり焼けました。いただきます。
フードコートで食べた時より美味しく感じます。味が変わってるかは定かではないんですが、フードコートで食べた時よりトマトのフレッシュさが増し、味がそこまで濃くなく感じます。さっぱりしてるので何枚も食べられてしまう美味しさ。フードコートで販売されてた商品はもしかしたらスイートバジルは入ってなかったかもしれないです。スイートバジルのバジル感もしっかりあり、モッツァレラチーズのもちもち感、チーズのコクもしっかり味わえました。これは美味しかったのでまた買うと思います。リピートあり。続いてオイコスプロテインドリンク 240ml 12本入り、お値段が2298円でした。1本あたり192円です。賞味期限は買った日から5ヶ月間ぐらいありました。オイコスから新しい商品が販売されてました。今回はプロテインドリンクです。視聴者様によると今月の1日から新商品として販売されてるそうです。私も気になってて飲むの楽しみにしてました。ただザバスと違って冷蔵みたいなのでちょっと場所を取るのが難点です。オイコスさんのホームページ行ってみると、プロテインドリンク新登場、高吸収タンパク質 18g、 今回コストコではカカオ風味が販売されてましたが、バニラ風味も販売されてるみたいです。バニラはコストコにはなかったです。飲むオイコスで手軽に良質なタンパク質を摂取、砂糖不使用、脂肪ゼロ、いろいろ説明書きが書かれてます。パック飲料だと持ち運べるのでそういうのもいいポイントですね。箱から出してみるとこんな感じで全てカラーパッケージで販売されてます。シェアもしやすそうです。そして一本一本結構細長く作られてるので収納しやすいように設計されてるのかなと感じました。このコンパクトさは冷蔵庫の収納にすごく良さそう。じゃあ今回このままいただきたいと思います。あ、すっごい飲みやすいです。カカオ風味というよりかはココアの味っぽく感じます。ただすごくミルキーなので甘さも程よくすごく飲みやすい。味には癖がないので万人受けして飲める味かなと思います。高タンパク質を手軽に摂りたい方はドリンクの方が手軽さがあり、それを重視でオイコスのヨーグルト食べられている方にはこちらの商品もいいかもしれないです。1本あたり192円はちょっとお高くは感じましたが、飲むだけで高タンパク質が摂れるというのはすごく魅力的です。ただお値段が気になるので割引してたらまた買いたい。リピートあり。続いてアメリカ産パルミエ 907g 入り、お値段が1488円でした。賞味期限は買った日から7ヶ月間ぐらいありました。ハートの形をしたパイのお菓子で、見た瞬間サンミッシェルさんのクリスピーキャラメルにすごく似てるなと思いました。現在も販売されてるんですが、こちらの商品は 700g で1880円です。この商品はキャラメルが入ってないのでシンプルな味で楽しめると思います。パイのお菓子って好きなんですよね。では開けていきましょう。オープン。食べ慣れたことのあるようないい香りがしてきます。列でいうと右側が17枚、左側が18枚、全部で35枚入ってました。1488円だったので1枚あたり43円です。もう香りが源氏パイ。大きさは横9センチ、縦 7.5 センチ、厚さ1センチほどありました。結構ボリューミーな大きさ。周りには砂糖がついてそうですね。いただきます。思ってた食感とは違うんですけど、美味しいです。バター感はないんですけど、周りについてる砂糖が程よい甘さ。甘さ控えめで生地本来の
味を楽しめます。なので全体的には私好みの甘さで食べやすかったです。で、食感はサクサクをイメージしてたんですけど、ちょっと言い方悪いかもしれないですが、しけてるような食感に感じました。ちょっとそこが残念。温めればサクサク感戻るのかな。食べてみてサクサクの食感ではなかったんですが、それを含めてもとっても美味しかったです。1枚あたり43円という価格ですが、その分大きさも大きかったので満足感があります。現地パイの味に似てるのでサクサクじゃなくていいよという方にはおすすめです。私は好きな味、リピートあり。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編前編でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中で外れという商品はなかったです。どれもとっても美味しく食べられました。特になめろうマルゲリータピザはすぐにリピートしたいぐらい美味しかったです。ぜひ気になるものあったらチェックしてみてください。また次の動画もお楽しみに。